豆キュン。蜜を探せ。お姉ちゃん、もう大丈夫だよね。多分。お腹空いたよ、お姉ちゃん。私も。そうだ、パラン。カバンの中に何か食べるものない？ちょっと見せて。これでもないし、これでも、これでもないし。お腹が空いた。あ、そうだ。何よ、何か食べるものでも見つけたの？アリだよ。え、アリ？うん。パラ、しっかりして。いくらお腹が空いたからって。お姉ちゃん。アリを食べるなんて信じられない、ポロ。お姉ちゃん、何を言っているんだよ。アリを食べるだなんて、甘露のことだよ。甘露？そう、アリたちはアブラムシの甘露を食べるんだ。アブラムシ？農作物に被害を与える害虫のこと？まったく、お姉ちゃんたら。アブラムシは植物の芽や茎を吸い取った後、取りすぎた糖分を排泄物として出しているんだ。それが甘露さ。甘いからアリたちの大好物なんだ。へっへっへっへ、こいつら美味しそうだな。アブラムシさん、こっち。なんだよ、アリのやつ。アリはアブラムシの天敵を追い払う代わりに甘露をもらって食べるんだ。あー、美味しいな。まさかアブラムシのお尻を吸えって言うの？うぅ、お腹痛い。そうじゃなくて、ミツアリだよ。ミツアリ？僕の本当の名前は三つつぼアリさ。ちょっとここで昆虫の知識。実は僕、元は働きアリなんだ。働きアリの中でも体が丈夫で若いアリが僕みたいに三つつぼアリに選ばれるんだ。僕たちは花の蜜やアブラムシが排泄した甘露を集めて体の中に溜めるんだ。必要な蜜よりもはるかに多い蜜を食べるから、だんだんお腹が膨らんでツボみたいに丸くなるんだよ。え、なんでそんなに欲張りなのかって？そうじゃないんだ。僕は一生天井にぶら下がって暮らし、働きアリが来て触覚でトントンって叩いたら蜜を分けてあげるんだ。僕の蜜はね、糖分以外にもアミノ酸や脂肪も含まれていて、とっても栄養があるんだ。オーストラリアの原住民のアボリジニは、僕の蜜をおやつに食べたり、甘味料としても使うんだよ。どう？僕ってすごいだろ？うん。蜜アリは自分の体がブドウぐらいの大きさになるまで甘露を吸うんだ。ふふ、そろそろいっぱいになったかな。それで食べるものがなくなったら、他のアリたちに蜜を分けてあげるんだ。みんなこっちに来て、蜜を食べるんだ。だから僕たちもミツアリを見つけて蜜を食べよう。ミツアリを探せばいいってこと？みんな、私たちがミツアリを見つけられるようアリの巣を探してね。道具を使って
地面を掘るのを手伝ってね。えい、よいしょ、えい、えい、よいしょ、えい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 、よいしょ、えい、よいしょ、よいしょ。